まずでしょ、こいつは。とか佐藤とか、ここにもある。愛知県名古屋県高校から国民ジャイアンツ78年こちら南海阪神でもプレーしました。そう、南海時代来た選手はピッチャーとして入団、その後内野手捕手とポジションを変えました。鈴木の球児、去年はマスターズリーグでベストランに輝いています。あれちゃうか、あれ置きますわ、うちに置きます、あいつがガツやるのに、しんのすけが自然にするの、普通にできない、キャッチャーの風が足らんから、この度もチャンスを名古屋に交流戦の時はこれは詰まった、森山投手、まず真ん中。